どうも千葉キューです。樹海動画です。ゆっくりナレーションですわーいです。今回は、主にダラダラと、樹海を潜る動画です。と、もろもろの説明の前に一言。チャンネル登録とか、コメントとかくれた皆さん、本当にありがとうございます。樹海の真実というか、自殺や死体に関する話で、ここまで再生数やチャンネル登録が伸びるとは、マジで樹海の怖い話、恐るべしです。とはいえ、前回の動画で、死体絡みの話は出し切りましたし、実際、死体と巡り合う機会もそうそうないので、チャンネル登録してくださった皆さんには、物足りない内容になるかもしれないっす。見捨てないでデイジー。あれか。あー、こっち合う。外れだ、これ。外れだ。でけえ穴ある。語彙力があれだけど、量は通りにくい地形ってこと。そうっすね。メンバーの体力には個人差があるので、ルート選びは結構重要です。ぶっちゃけた話、北アルプスの大キレットの方が、通るのは楽じゃね、と思うこともある。うまく写真撮れないのがあれなんです。110、180。あ、でも大体はこっちだ、こっち。南こっちだ。説明が遅くなりましたが、今回はナレーション少なめで、普段こんな感じで潜ってるよって感じの動画になります。なお、今回潜っているのはダブルゾーンです。この地域については正直よくわかりませんというエリアです。これはもうダメなやつだ。これもダメなやつだ、これ。よいしょ。よいしょ。いやー、ここら辺の木は信用した方がいいな。あ、車道の車の音が聞こえてきたぞ。説明が遅れましたが、今回のルートは、山道という廃道から、開拓道路まで縦断するルートです。道なんて上等なものはないので、コンパスと GPS で前進している形です。なんでこんなことをしているのか、好き好んで以外に理由はありません。あ、車道見えたよ。車道見えた。ついてきてる？でもこの辺車道近いからな。ありそうだやだ。大丈夫、ないと信じましょうよ。なんかヘドロみたいな匂いするし。変な匂いはしますね。ヘドロみたいな匂いする。ヘドロの匂いか。せっかくなのでちょっとお話を。今回の動画では死体は発見しません。というか、していたらタイトルに入れます。前回3回ほど樹海で死体を見つけるのかという動画をアップしましたが、数字で出す以上に、そうそう見つけるものでもないです。動画をアップするたびに、何かが起こるってものでもないんです。これは後々自分の肉声で、きちんと意思表示するつもりなので、今回は詳しくお話ししないんですが、やっぱり、なかったものや感じなかったものを、あったとか感じたって風に取り扱うのって、それは、単に嘘をついているだけだし、正直、数字のために嘘をつき続けるのって、それはそれで、かなりしんどいことだとは思うのですよ。なので、うちのチャンネルの動画は、大体こんな風に、ダラダラ潜ってるだけの動画になります。樹海の真実シリーズで、20人ほどチャンネル登録してくれた人が増えましたが、そんなんで大丈夫なのかな、とは思っている。でもまあ、やっぱり嘘はつけない。いや、てか、あれほんとねえわ。あれは。あれ絶対そうだったら俺立ち乗れねえよ。ソロだったら絶対立ち乗れないわ、あれ。いや、ブルーシートがあんな目立つ感じで使われててよかったです。それにしても、樹海探索って結構神妙だったり、心霊ミント出して潜ってるとか、そう思われるかもですが、大体の場合、こう和やかにハイキング気分だったりします。あの人は、あの人にとって死体は宝物だから。あー、ちょっときついな、ここ。よいしょ。
ここら辺穴注意、穴注意で。てかこれ無理じゃん、こっちから行った方がいいわ、こっちから。熱っ。まあ、俺のリュックの匂いなんか、なんか変な匂いするな。さっきからしきりに匂いを気にしているのは、死体があるかどうかは匂いでわかる時もあるからです。一度嗅いだら忘れられないそうですが、幸いなことにまだ一度も嗅いだことはありません。車道だ、無事に車道に出ることができたので、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とかコメントとかいただけたら嬉しいです。ネタ切れっぽいので来週はお休みかもです。見捨てないでデイジー。